こんにちは。えー、っと一分動画一分動画がありますので、まずそれを見ていただきたい。こういうふうに思います。皆さんこんにちは。今回は世界の終わりの前兆についてです。世界の終わりにイエス様が再び地上に来られることが聖書に書いてあります。 これをサイリンと呼びますそのサイリンや世界の終わりの前兆に関して弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所がありますマタイの福音書24章4節から14節近年世界で大きな地震が頻繁に起こり異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えていますアフリカなどでは危機が深刻化していて放射能の問題も起こり始めています 戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています全世界に福音が述べ伝えられることに関してもテレビラジオインターネットなどの働きですでに成就しているでしょうまた1948年にイスラエルが建国し20世紀最大の奇跡と言われていますが これも聖書に書かれている世の終わりの印ですさらに混迷する中東情勢ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱またイスラムゲリラの動きなどもその印と思われますキリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関してすでに聖書に予告されている事柄が起こり始めさらに進もうとしています 私たちは近づくサイレンに対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。あ,あ、はい、どうもありがとうございます。えー、っと、世界の終わりっていう本を書きましたけど、えー、っと、世界は終わらないのですね。続くわけですね。ただ区切りが来ると思ってください。それはえー、っと、サイレンですね。 再臨というのはイエス様が再びこの世に来られるというそのことを言います。そ再臨の前に7年間、観難時代という大変な時代が来ます。今その直前であると思ってください。で前半の3.5年と後半の3.5年に分かれて、後半の3.5年は観難が厳しいので、大観難とこう言います。そしてですね。 この時代が近い印っていう事柄は聖書にいろいろ出てるんですが、まあ一つはイスラエルの最高ですね、再建でイスラエルが元のカナンの地に出来ましたね。これは印です。だからもうすでに印が来てると思ってください。それとともにですね、世界中に福音が伝えられるということです。えー、っと今はですね、インターネットとかテレビのあのー、発達によってね。 実際にも人も入ってると思うんですがえっと世界中に伝えられたと,えっと昨日え昨日じゃないこの間「キングコング」のえっと予告編見たんですけどまああいうことはもうないでしょうね必ずもう人が言ってるあっちにもこっちにもですねですからそれも成就しているしそれとともにですねえーっとローマ帝国の最大ですね 再びローマ帝国が現れるというのは EU という形ではっきりと現れてきております。えー、また特にあの、えー、と地震とかね、あるいはテロとか紛争とか、それもえと今までにない状況になってるんですね。まあ、2000年頃にサイレンが近づいたんじゃないかってこう言われてましたけど、その時とね状況はもう完全に違いますね。しかもあのトランプさんはねクイチャンだそうでいろいろクイシャンのあのー。 政策を成そうとしてるんですが大混乱させてますのでね <laughs> でその上でえっと我々もえっとトルコでクーデーターに巻き込まれたというのはこれはね一つ印じゃないかとこういうふうに感じてるんですねですからえっと大変な時代に近づいてきてるぞと思ってくださいそしてこの時代には2つのポイントがあります1つはねリバイバイル 今起こり始めているリバイバルですが、これがさらに大きなあの長ネト内ね、全世界を覆うようになるということですね。ですから、えっと今我々はですね、それに向かってのリバイバルの歩みの中に入っており、えっと教会の中でね、それから宣教を通してたくさんの技をこれから見始めます。ちょっとねあれを見てね思うんですよね。何を思うのかというと、あのカンボジアのボーリング。 ね、あれいつか出てやろうと思ってですね <laughs> 出てやろうと思ったら何してやろうと思ったら優勝してやろうと思ってですね <laughs> 具体的にねそっねやっぱりちょっと感じるんですよね意識の差ねなんか最近後期高齢者とかなんか言って75歳以降が後期高齢者でその前に65歳かな65歳かなよ,よく分かんないんで私は。 あああいうことあんまり興味ないからただその,私の心とのすごいギャップがあるんですよねそのギャップっていうのは何かっていうとですね私いろんなことを約束されてるのまだね全然長寿してないんですよねだからこれからこれからいろいろ来るぞっていう時に後期高齢者とかなんかいてもうその差が激しいわけですよね。 であの皆さんの場合でもね確かに世の終わりかもしれませんけれどもこれはこの後ずっと続くわけでしかしね今、えー、と皆さんの飯とかしめしがねこれから成就する時であるっていうことはねどうぞ覚えておいてあのいただきたいと思います。えー、それとともにですねもう一つは、えー、と困難が来るぞというこ,とです、まあ、これはあの世界中のクリスチャンが言っておりますし私はね、えー、とワンミンタオとか、えー、といろんな 歴史的な人物と会わしてくださったんですよ。ありがたいですよね。で言われました。困難が来る、ね、困難が来る。だから困難が来ると思ってくださいね。ただし、えっとはっきりと知っておくことは、聖句聖書はでね。勝利を取るって言ってるんですね。これはもう聖書のはっきりとした。えっとことです。で、それはちょっとわかります。まあ、そんなこととあの。 白眼や関係ないぞって言うかもしれませんが私が困難な真ん中にいてる、血吐いたりね入院したり、えー、大変な思いをしてる時にあの今は面白いですけど変わらないねだから皆さんもね困難とか問題の中にあるときに確かにいろんなことがあるかもしれないけどその中でね種の勝利とか恵みとかねいろいろ見ると思います。 で私はですねまた困難の中にいる時にたくさんの奇跡を見ましたね神様の技ねですから皆さんねえ困難っていってもね、えー、っと皆さんが聖書から離れて神から離れて困難になるわけじゃないから神がいての困難ですのでねしかも聖書にははっきり書いてあるわけですね例えばロマン書の、えー、っと8章37節、えー、っと何て書いてあるのかっていうと しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中において <laughs> 圧倒的な勝利者となるのですやっと勝つとは書いてないんですね。圧倒的な勝利者となるって書いてあるわけですね。それとともに第一ヨハネの五章四節はですねこれは何度もやってますけど「なぜなら神によって生まれた者は皆世に勝つからです」。 私たちの信仰をこれこそ世に打ち勝った勝利です。これはえっとクリスチャンは世に勝つぞって言ってるわけですね。もちろんこれは問題とか迫害とかそういうのを含めてですね、ただ信仰を使えって言ってるわけですね。信仰を使えと。そうなりますとね、聖書でははっきりともう勝ったとかね、圧倒的な勝利となるとかね、こう書いてあるんですね。で、これはあの真実ですから、そのような形になってくるということね、思います。ですから、皆さんです。 そこの言葉に立って対応しといてください。それとともにね、えっと神様を本当に知り、それから神様の奇跡を見るのは一体どういう時かというとね、順調にいってる時じゃない。また順調にいってるような人がいるなら、神の恵みのある面で見ないということを話しますよね。例えば、えっと坊ちゃんがいて、そしてえっと大金持ちがお父さんで、で。 1> 1ヶ月の給料50万とか、ね、そしてもう使いたい放題、ね、そしてよ夜もあのビフテキとかねあの食べたい放題そうですよねそしてね大学もお金で入れてもらってそしてですね会社に入ったらもうすぐ副社長そして何の問題もなかったらもうどうにもならない人間ができてきますよねでも,も皆さん問題とか困難の中で我々は立て上げないのであって。 問題とか困難の中で神様を死ぬのであって問題とか困難の中で神様の奇跡を見ますよね。ですから皆さんねたくさんの奇跡を見ていくということを覚えておいてください。ただし、えっと、要するに用意しろとは言われてるのでどうぞそのことを覚えておいていただきたいと思うんですね。今日は2月5日で、えっと、26世人の殉教した日ですけども殉教正解は今日は日曜日なので2月7日に。 えと2時から西坂でそしてね6時半から原爆し、えー、なんとかでやります。ね、であのどうぞ、あのー、皆さんも、ね、祈りつつね黙祷をしておいてください。でえー、っとインターネットで同時中継もやるのでもし来れない方が、ね、いらっしゃるのはねそれを見られるとよろしいと。 こういうふういいふに思いますそれで長崎行くのも長崎ちゃんぽんを買って食べてそしてカステラを食べに行くわけではないのです、ねまあ、そういう目的の人もいるかもしれませんけど <laughs> これは何かっていうとこれからの事柄に関して備えようですよねですからどうぞ皆さん備えてくださいね。えー、祈りっていうのは一つ大きなポイントですし これから二つのことが起こってきますよね。いろいろ迫害的なことが起こってくるのと、神の働きの進展ですね。まあ、大きなことが起こってきますね。そしてですね、えっ、ー、と私たちのえっ、ー、と人生の、えー、ポイントね、そして一番のポイントはこれからやっていきますで。私の人生のポイントもねこれからなんですね。もうさっきちょっと考えてみたんですね。何が成就してきたかなと思ったら、まあ、たくさんの技を見せていただいたのはありがたいんですが。 私に約束されてる中心的なことは成就してない。これからだなと思いますね。ですから、皆さんね、神様に期待しつつ、歩んでいっていただきたいと、こういうふうに思います。えっと、それとともにですね。3月1日から。3日まで、えっと、白馬スネルボイキャンプが行えます。スネルボイは新井先生に示された。 集会で30年前に同者を立て上げるというそういうううそ集会だったんですねでこれをの常恋の時に私は、えー、っとスタッフでしたから足立先生の保証をやってたので実はもう私一番最初からいるんですねの恋にね。でその当時、えー、っとこれが日本のカリスマの働きにおいては非常に大きな力となりましたね。でここを通していろんなことが発信されていったと私は考えております。 そして、ね、新井先生が、えー、メッセージしてたんですが、えー、その時、えー、服として、ね、招かれてきたのは大川嗣史先生とか中川健一さんとかそういう方々ですねだ,だから今日本のね軸となってるような方々がねそこにいたんですね特別な神様の祝福があったとそしてこの白馬スネルゴンキャンプはこれの続きだなっていうことを非常に強く感じていますえー、っと最初の新井先生のスネルゴンキャンプはまだ成就してないんですね まだ週末の本格的なリバイブになってね働きがぐーっていってるわけじゃないんですね続いてるわけですねでこれで成就してくるということを感じますし荒井先生には勝手に「悪魔すねゴごンキャンプ」ってねつけたんですけど荒井先生漫才でもなさそうな顔してたしそれかあの講師になって講師ねやってくださったのでまあ受け入れてるなというふうにこっちは勝手にね感じてやっております。またあの いろんな設置的なことがあってこの中で神様の働きが大きく進んでいくなっていうことを感じるんですね。それだけではなくてね、あのこのキャンプに来て癒されたり解放されたりそういう方々もねたくさんあります。で、どうぞあのそのことをねあの覚えていていただきたいと思うんですね。そして皆さんね、お金を使うなら霊的なこと。これは本当にこの私たちにですね素晴らしい体験を。 導いいてくだささら、ね、にこれは発展していくということをね、えー、覚えておいてあのいただきたいというふうに思いますまた、えー、とお金がないのでいけないっていう方はねさらきにいかないように質屋にもいかないようにねえー、と祈ってくださいで見心ならば、えー、と与えてくださいますで面白い与え方しますよねいろいろ皆さんね奇跡の現れを見ます そしてです、ね、都合がつかないなら、えっと、上司を殴らない <laughs> ね喧嘩をしない、ね、でもう普通にあの紳士的に言って断られたら受け入れてくださいそしてでも、ね、受け入れた後で祈りゃいいんです祈、ね、そしてね見心ならば神様は開いてくださいませで諦めずに祈り続けてくださいその中で、ね、いろんな奇跡を見てきた人もいると思いますし今回また奇跡を見る人も、ね、たくさんいると思いますね。 またその中における精霊様の体験というのは非常に貴重なものであるということをね覚えておいてください。それとともにですね何日だっけ ?3 月27日から4月1日まで「感謝と賛美とリバイバルキャンプ」があります。どうぞえっとこの「感謝と賛美とリバイバルキャンプ」って若い人に働きますね。だって ヒカル君がこれでヤンキーから変わったんでしょ <laughs> あと何人もねあの引っ込み森から解放されちゃったとかねここが大きなあれにあって人生が変わっちゃったってあの何人も出てるんですよねで普通ではないですよねやっぱりね感謝したいとこういうふうに思います特別な例の祝福がそこにあるなっていうことを感じますしでリバイバルに向かってのね神様の特別な手をえ感じますよね でどうぞ皆さんに祈り込んでください。また、あ、同時にね、皆さんの祈りの課題でも、特にね、集中して祈る時を持てるっていうのは、ね、大きな祝福なんですね、えー。暇な時祈ってやろうって,っても、そうはいかないんです、皆さん。暇な時祈ろうと思ったら、えー、テレビが誘惑してきたり、そしてね、ちゃんと祈れないんですね。でもそこで祈る時が与えられるというのは素晴らしいことだとともにね、路上ライブとか、賛美の働きの発展がありますよね。ですから、どうぞ皆さんね、 導かれてていいる方はいらっっしゃってくださいで結構ね皆さんねあの私ね気が付いてきた導かれてるくせにね来ないのはいない、ね、呪われるとは言いませんがいや私ね信じられない証しを見ましたよな,などかね少なくともね数件見てますよねなんか祈ってたらねそのお金が来たんですってねでね来てね行けると思ったんだけど惜しんでやめちゃった。 いるんですよね私考えられない例 <laughs> の恵み失っちゃうんだもんねあのそれはねあのまあ本人の問題だから別にどうでもいいですけどねそういうふうにならないでね <laughs> そして例の祝福を受けていただきたいとこういうふうに思いますそれでえっとメッセージの方にね入りたいというふうに思うんですがあそれとともに今日はえっとね 関東予選ですね。えっ、ー、と4時15分からあります。あとえっ、ー、とインターネットでもね中継しますのでどうぞそのことを覚えておいてください。で今回はね逆激戦なんですね。で昨日かなあ先週かな予選やりましたよね。でちょいチ,チームがねあの出てきましたけどでもねえっ、ー、とシードとねトゥルーバニを入れるとねもう枠いっぱいなんです。 とということはその予選のチームが勝つためには上のシードのチームをねえ落とすってしかない。そうなんですよ皆さんねだからこれ大変なんですね。まあ時点枠には何チームか入るでしょうけどでもあの要するに予選突破するためにはもうすでにえとまあトゥルバイン14勝だからこの間ねそれを考えると要するにえとつまりシードと トゥルーバインでね。要するにもう埋まっちゃってるわけですよ。だから、あのどうぞ引きずり下ろすっていう <laughs>。これしかないというような形ですね。で、まあ、これでもう神様を崇めるのはえっと各チームにがね。あの神様の手によってね。強くなってきてますよね。精霊の働きが強く起こってきてるので、これは嬉しい。悲鳴ですよね。あのまあどっかが起こったとしても <laughs>。 <laughs> でもね主はいろいろ用いてくださっているので感謝したいとこういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですね。ここでえっとね信仰と希望と愛という言葉がね出てきます。ここでえ てて言ってるのかていつまでもも残るものはって書いてあるんですねですからえっと永遠に残るものいつまでも残るものあって永遠に残るものは信仰と希望と愛でありこの信仰と希望と愛が大切だって言ってるわけです。ですから皆さんね信仰と希望と愛は永遠に残るものであって大切なのです。そしてこれを比べるならば。 愛だって言ってるわけですね。比べるならね。しかしね、これは比べる問題ではないのですね。あえて比べるなら愛であると。で、これはえっ、ー、と聖霊様の恵みによって私たちに表されるもので、これはですね、相まって働いてるのですね。よってみれば信仰が土台です。そして皆さんね、希望と愛がある。 こうなります。ですからこの土台の上に立っているというふうに思っていただきたいと思うんですね。そしてねこれはえー、っと私たちの成果のえー、っと基本でもあります。でえー、っと私たちはですね死ぬとあるいは軽挙されると天に行きますね。天に行ったらね霊化、えー、されるわけですね。霊化されるというのはキリストに似たものになっちゃう。 えー、そうした時に三、えー、霊の実全てに満たされてるんですがその中心がこれです。ね。信仰希望愛、まあ、愛が中心でそうなるとだからね、まあ、ちょっと感謝していきたいと思うんですね、えー、と私たちは愛に満たされたものになりました希望に満たされたものになりました信仰に満たされたものになりましたってどうして言えるのかっていうと、ね、天でそ,そうなるからですね感謝したいとこういうふうに思います。 えー、そしてですねここでちょっと間違えたりするわけですよねクリスチャンになった時にどういう間違いを犯すかっていうとクリスチャンになってね新しく生まれたからそれは新しく生まれたんですがその時にですね例えば、えー、ちょっと意地悪された人とかねあの心に光った人を許そうあるいは愛そうとする,するっていうことはよく起こりますで私何人か来た人がいますね許そうと思うんだけどいつもね向かってくるんだと 許せないってね愛そうと思うんだけど愛せないってねこういうふうに言ってくるんですねでえっとそれはね正解なんですなぜ正解なのかっていうと「立法」っていうんですね例えば「肉の力で愛そうとすることを立法」っていうんですねで立法を自分の肉でやろうとするとできないことが分かるって立法を通して何が分かるかって我々が罪人であることが分かる。 だからねえ許そうとしてるんだけどなんて許せないんだろうとね愛そうとしてるんだけどなんて愛せないんだろうっていうのは分かるって言ってるわけですね。ですから多くの人がねその誤解の中に入るんですがじゃあどうしたらいいかってそれが信仰だって言ってるわけですね。で希望とか愛とか見た目の実とかね神様の恵みに満たされるために信仰が土台となるってことですね。そそししてての信仰に関しては ガラテヤ書に書書いてあります、えー、とガラテア書のところですねガラテヤ書の5章かなこう書いたんですねえっ、ー、と5章の16「私は言います御霊によって歩みなさい」ねそうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんつまり御霊によってっていうのは御霊に頼って神様に頼って歩むならば えー、罪から解放されるっていうことを言ってるわけですねなぜなら肉の願うことは御霊に逆らい御霊は肉に逆らうからですこの二つは互いに対立していてそのためにあなたたちは自分のしたいと思うことをすることができないのですしかし御霊によって導かれるならあなたたちは律法の下にいませんだね。つまり御霊の力によって御霊に導かれることによって私たちは、えー、その罪から解放されていくぞということを言ってる成果のこと そうなりますとね、皆さん、こう信仰が基盤ということになります。で、信仰は何かというと、今言ったように。御霊に頼り、従うということで、もっと簡単に言うならば、聞き従うということです。で、私たちが聞き従うのならば。信仰の歩みですね、それを通して、え、私たちに希望を与えてくださり。 愛を与えてくだささいらに御霊のみに満たしてくださいとこれを言ってるわけですね。ですからこの時のなぜ信仰がえっと土台になってるかっていうとそういう意味で言ってるわけですね。そしてその中でえっと問題はですね人生でですね希望ってねすごい重要なあの意味合いがあるんですね。 でこの希望があるかどうかっていうのは実は、えー、と私の人生を決定しちゃう力を持ってるんですね例えば、えー、と聖書にね「幻のない民は滅びる」って書いてあるんですね。えー、とこれも古い役なんですね。つまりね「神のビジョンのない民は滅びちゃうぞ」って言ってるんですね。で今の訳では「幻のない民は欲しいままに振る舞うかな」。もうね勝手なことをやっちゃうと。こう言ってるんですね。 そうなるとね皆さんね幻がないって大変なことになるんですねそれで皆さんねちょっと考えてください皆さん幻ありますかななけりゃ欲しいものに降るわんなけりゃ滅びちゃうあのこう言ってんですよねで幻は言い換えれば皆さんね希望です 希望の意味は何かっていうとね神は私たちの人生のためにね最善の計画を用意してるんですね素晴らしい計画を用意してますそのことを言ってますで皆さんが最善の素晴らしい計画を受ける希望を持ってるのかどうかっていうことなんですね持ってるのかどうかと,ねえと何度も言ってますけどえっとね 例えば映画館にいるとね年取った人がいっぱい来るんですよね <laughs> そしてあの奥さん連れで来たりなんかすんのいっぱいいるわけですねこうみんな年取ってる人ばっかだなと思ったらお前もそうだみたいな <laughs> やっぱり年齢が似たような年齢の人ですよねみんなねでも要するにねギャップを感じるんですよすごくねこれんでギャップを感じるのかっていうとねえっとねまあさっきも言ったようにね 私の人生これから何ならね,ねまだねあの私の人生に約束されてる醍醐味が来てないわけですよ。ね。だから例えば小学生とか中学生とかね高校生とね私に心が一緒なん。だからね違和感全然感じないんだけど向こうがだいぶ違和感感じてるみたい。 具体的に、ね、そしてね,、えー、っとねそのねビジョンは力を与えますよね。力を与えるねそれから、えー、っと例えば神様を知る意欲を与える。ですよね。えー、それからですね働きに関する、ね、熱意を与える。これなんですよ そしてです、ね、この希望を持っているかどうかっていうことは一つは皆さんに最善の人生が来るかどうかの一つの分かれ目にもなってきますし皆さんが人生においてですねより、えー、力強く生きられるかどうかのポイントにもなってくると。ですよね。だから皆さんね計画計画ね計画。計画ね計画 えっと今ですねえー、っと篠の時間に精神病の人が多いんですね、まあ、どこ行ったっていっぱいいますうつの人とか統合失調の人とかねそしてねある方々はそうでないんですけどある方々にはねあの同じことを感じるんですよねそれは何かっていうとね、えー、っと病気になっちゃうとね、まあ、一般的に社会的に言うとねあのまず治るのが大変だと治らないっていう。 場合もありますよねあるいはまた、えー、と復帰したとしてもその人が最高を得るることとはなないというようよ意識があると、ね、そうするとね皆さんね心の中で思ってるんですよ。ね、ああ私の人生はね、えー、もう最高を得られないと、ね。あるいはこれで終わりだと思っている人もいますね,ね。いろんな困難が待ってるんだろうと思っている人もいますね。 でその時にねちょっと感じることがあるんですよね。何かというとね希望を失っていると。で私はね一番の問題は何かというと病気じゃない。希望を失っていること。で神の最善を失っていること。これだと思います。で私ね本気なんですね本気なんですね。何が本気なのかというとね例えばそういう方々はねもし神の計画を受け取ったならば。 七、ね、割は癒されると思いますね、その神の計画を受け取って心が強くなって癒されるってじゃないですね神の計画を受け取ると始まるじゃないですかいろいろ神の奇跡とか道が現れるとか自分が変えられるとか来るでしょう神さんその中でね私はねすごい鬱がいろいろ出てくると思いますよねしかしね問題は何かというとね、希望を失っている場合に 皆さんね人間的な事柄は起こってくるでしょうけどねそれは起こってこないとそしてね希望その神の人生っていう希望を皆さんが持ってるかどうかっていうことはね非常に重要ないや希望だってそうでしょ例えば迫害になった時に明らかに分かるじゃないですか天の希望を持ってる人あんまり持ってない人と。 そうで差が出てくるでしょ具体的にねでそれと同じですよ皆さんねで皆さんねこれ重要なんですね信仰と希望と愛で、ね、希望も,もちろん比較すれば愛が一番重要ですよで信仰が土台となって相まって働いてますねしかし希望の力っていうのはね実はね重要な意味合いを持つ 重要なポイントを持っているということを、ね、覚えておいていただきたいと思いますお祈りします手のす、ま、えー、お人よ人のうちに豊かに働きサインごよこと宮沢らしてください司法主義の豊かな宮沢らしてください何かこう諦めたことによってちょっとがっかりしている人がいますがその諦めたことは最善なことではありませんその方が思っているような価値のあることではありませんそれえっ、ー、と神の 計画これをしっかりと受け取るようにそこに最善がありそこに希望があります手の妻はどど豊かに導き最後の横と宮沢を表してください守護神の豊かな宮崎と三重根がなされてきますように言われてます何かこういろいろな本を読むことによって、えー、その霊的に変な本を読んでるのでちょっと霊的に混乱している人がいますこれはしっかりと聖書と それからしっかりとした本、これでこれをまず読むように、書は語っています。それによって混乱と霊的なことからのからの解放があります。天の様、どど豊かに導き、最後横に宮葉をあらしてください。なんかこう与えられた言葉があって、それがえっと忘れちゃった方がいらっしゃいますが、ちょっと祈るように思い起こして。 起こせるように祈るようにまた神様から再び明確に表してくださるように祈るように神様が言ってますそれは重要なポイントですえっとあ私かなと思った人は祈るようにそしてそれが現れたときには決して引かないようにサタンがそれを取ってますまた捉えることによって重要なことが失われます癒しの祈りをしたいと思いますまず全員で罪の悔い改めの時これもしたいと思います。 それでは、各ので癒しのためにお祈りください。たださん、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人よ人の過度精神に裏癒しを行い、解放になってください。イエスキートの御合いって病の力を打ち砕く。イエスキートの御合いって、まずお人よ人の過度精神から病の霊を抑さえ。イエスキートの御合いって、お人よ人の可動精神を癒され癒されよ。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  イエスキストメ目って押し通しとの角精神に癒しを限げる。天ノ様はどどい豊かに導き、最後横と宮沢を荒らしてください。ます、えー、軽い不眠の方がいらっしゃいました。これがいらっしゃいました。えっ、ー、と、喉がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これがいらっしゃいました。天の様はどどい豊かに導き、えっ、ー、と、左の方がちょっと、左の方と右の方が悪い方がいらっしゃいました。イエスキストメ目って押し通しとの角精神に癒しを限げる。 感謝しますイエス様名前によってお願いします雨、どうぞお立ちください 皆くは主イエスキリストの恵み血な神の愛聖霊の下敷き交わりが私たち一同ともに徳教えにありますようにアメンどうぞお座りください報告をいたしますえー、っと2月7日準教生会ですね同時中継も行われます はい、第7連拝は東京カリスマです4時15分から、えー、関東三美大会予選ですね2月11日ゴスペルフェスが行われますどうぞいろんな人を連れていらっしゃってください九州正解と厚木正解がありますのでどうぞいらっしゃってくださいえー、っと予言の授業が2時からちょっと30分オーバーですね インターナショナルが2時半から行われます、はい。時間間違いないように。白馬スネルゴイキャンプは3月1日から3日ですね。感謝と賛美とリバイバル感は3月27日からあります。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。3月1日から3日まで白馬スネルゴイキャンプが行われます。朝夕の正解、またえー、たもの賜物ものこのセミナー実践訓練の時の。えー また、白馬クリスチャンフィルムフェスティバルが行われます。また、スキー、スノーボードを楽しんでいただくこともできます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。ぜひお友達、またご家族、ご友人、お支えをのすすご参加ください。インターネットからお申し込みしていただくことができますが、紙の,方の申し込み書で申し込む方は、 樋口伝道師、小畑伝道師、早川伝道師、また大野姉妹がこの担当してますのでお願いします。受付のところに申し込み書と募集要項が置いてあります。また、白バスネルゴイキャンプのウェブサイトも開設していますので、そちらもぜひご覧ください。伝道部からのお知らせです。11日土曜日、この場所で癒しの集いがあります。お時間をとってお祈りしますので、希望を持ってですね、来てください。お待ちしています。 今日は関東予選のためにヤングレーハイは開館で2時15分からになりますよろしくお願いいたしますザ・ビジョンからのお知らせです今週の土曜日2月11日11時から4時まで予円行為野外ステージで渋谷 J ゴスペルフェス2017が行われますどうぞたくさんの人を連れていらしてくださいよろしくお願いいたします レチンカーミュージックからのお知らせです12月24日に行われた心コ,コゴスペの DVD が発売となっておりますぜひお持ちください新学校後期の試験が2月12日来週の日曜日から始まります試験の日程は新学生の方にはメールでお知らせをしていますまた入り口のところにある掲示板 また、新学校のホームページでも確認ができますので、必ずご覧いただき、確認をお願いいたします。また、今日の秋元牧師の予言セミナー2時からとなりますので、よろしくお願いします。と映画ミッションです。えー、今週の水曜日からハリウッドチームが出ます。えー、ハリウッド映画が初めて日本の殉教・迫害を描いた沈黙という映画が上映された直後です。ですので まあハリウッドが26ン26推進をアニメに向けてあと一歩ですのでここまで来ましたのでぜひですねあの進展のためにお祈りしていただきたいと思います祈りの課題が受付になりますのでお願いしますはいそれではこれで礼拝を閉じますどうもありがとうございました